東山千恵子は日本の女優、日本進撃俳優協会初代会長。本名は河野仙。築地小劇場を経て俳優座の結成に参加した進撃出身者。舞台では翻訳劇の貴婦人役を多く演じ、桜の園のラネーフスカヤ婦人役が当たり役となった。テレビドラマや映画では老婦人役を多く演じ、特に東京物語の老母役で知られる。 主な英典、称号、法奨に、四重法奨、文化功労者、著書に、自伝、進撃女優など、妹に料理研究家の中江由里、弟に、ベース奏者の渡辺良がいる。1890年9月30日、千葉県千葉市に生まれる。司法官で後に、貴族院議員を務めた渡辺徹の次女で、十人兄弟の3番目。 聖火は代々桜藩の上代画廊を務めていた。1899年、母方のおじである法学者の寺を通るの幼女となり、東京市麹町区藤見町に転居する。藤見高等小学校高等科2年を終えて、家族女学校に入学し、1907年の卒業後は、普通は女学校でフランス語を学ぶ。外交官婦人になってほしいという養父母の希望で、 数え年15歳で外交官補と婚約するが3年後に婚約破棄。1909年、自父母のキリスト教での知人の息子であり、養父の教え子でもあった輸入業者のモスクワ支店長だった河野道常郎と結婚し、河野の認知のモスクワへ向かった。フランス語の能力不足のため、リヨンへ語学留学したが買い物で滞在費を浪費したため、 モスクワへ連れ戻されている。また、夫に連れられてみた、モスクワ芸術座の舞台、桜の園を見るうち、その魅力の虜となった。1912年、モスクワ芸術座の視察に訪れた、幼いカオルに面会する。1917年、ロシア革命の3ヶ月前に、夫と共に、一旦日本に帰国したが、革命発生のためモスクワの自宅に戻れなくなった。 夫はすぐに海外勤務に着いたが、東山は海外生活に嫌気がさしており、一人日本に泊まった。1925年、35歳にして、築地小劇場に第二期研究生として入団。同期には、岸照子、村瀬幸子、鈴木田健二らがいた。友人をニール作、皇帝、ジョーンズの貴婦人役で初舞台を踏んだ。 翌1925年、メーテルリンク作、タンタジールの死が初主演作となり、1927年に、マクベスのマクベス夫人を演じて、注目を浴びた。同年、チェーホフ作、桜の園で、ラネーフスカヤ夫人を演じ、以降東山の当たり役として1963年の俳優座公演までに、約310回も演じた。1928年、 築地小劇場創立者の幼いカオルが死去し、その影響で劇団が分裂。多くの劇団員が脱退していった中、東山は青山杉作、北村喜八らと同劇場に残留し、北村らと劇団築地小劇場を名乗って活動した。しかし、1930年には青山らと劇団新東京を結成した。解散後は新築地劇団や、 文学座などの劇団に客演し、映画やラジオにも出演した。1944年、千田コレや東野栄二郎、小沢英太郎らと俳優座を結成する。終戦まで移動演劇隊、不要隊を組織して地方を順演した。戦後も東山は劇団の中核として、数多くの舞台に出演し、フィガロの結婚の伯爵夫人役。 女の平和の粒子ストラ定役、森本薫客色の陳婦人などが代表作。1951年、夫、河野が75歳で死去。1952年には、桜の園の演技で芸術戦勝文部大臣賞を受賞した。戦中から映画にも意欲的に出演している。溝の口健二監督、女優、スマ子の恋、吉村幸三郎監督、 現氏物語、今井忠監督、喜劇日本のおばばあちゃん等に出演したが、特に、小津安二郎監督の東京物語では、リュウとと共に老夫婦を演じて、映画出演の代表作とした。また東山は、木下圭介監督作品の常連出演者であり、木下監督のデビュー作、花咲港から、歌えはコードたちまで、計13本に出演している。 1956年、女優として初の支持報酬を受賞する。1958年、日本進撃俳優協会の初代会長に就任し、亡くなるまで務めた。1966年には文化功労者に選出された。1969年、体力的な衰えから舞台活動を引退し、その後はテレビなどに活動の場を移し、 晩年まで仕事を続けた。1980年5月8日、静岡県御殿場市の自宅で、老衰のため89歳で没した。葬儀は、劇団俳優座、日本進撃俳優協会合同葬という形で行われた。太字の題名は、キネマ巡報ベスト10にランクインした作品。ありがとうございます。